皆さんおはようございます。2024年9月の22日の CS 礼拝を始めていきたいと思います。それでは総額のうちに静かに練習を始めていきたいと思います。それではお願いいたします。愛する天のお父様、今日 CS 礼拝に私たち一人一人を集めてくださったことをありがとうございます。これからこの礼拝の時を主は豊かに祝福し導いてください。この時をすべて主にお祈りいたします。イエスの皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは共に立ち上がれる方、立ち上がって主を褒めたたえていきたいと思います。今日12週をですね、1曲入れてます。お願いします。Yeah.
たします。愛する天のお父様、今日の主演礼拝ありがとうございます。賛美を導いてくださりありがとうございます。続く礼拝のうちに主が豊かに臨んでください。この時を感謝します。イエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。それではお座りください。それでは、主の祈りを共にお祈りしていきたいと思います。まだ慣れていないお友達は前のホワイトボードを見て一緒にお祈りしたいと思います。主の祈り、天にいらします我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯すのを我らが許すこと、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝の御なるまで。アーメン。それでは、佐藤若子伝道者に導いていただいて聖書式を行います。聖餐式とはイエス様の十字架の死を告げ知らせるものであります。イエス様をご自分の救い主として信じ、さらに洗礼を受けておられる方、すでに洗礼を受けておられる方、また洗礼を望んでおられる方にはぜひこの式に加わっていただきたいと思います。またこの礼拝をインターネットで見ておられる中で、イエス様をご自分の救い主そして信じ、また洗礼を受けておられる方もこの式に加わっていただきたいと思います。インターネットの方はパンとブドウ酒、ブドウジュースをご自分でご用意していただきたいと思います。それではこの聖餐式のためにお祈りいたします。天のお父様、この聖餐式をありがとうございます。このパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福し、またインターネットの方々のパンとブドウ酒、ブドウジュースを祝福してください。私たち一人一人に御体御血潮の恵みを表してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは共に悔い改めの祈りをしたいと思います。もし心の中で罪がありましたら、神様に、素直な求める心で告白してお祈りしてまいりましょう。これらの祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
イエスがパンを取り祝福した後、これを先彼らに与えて言われた。食いなさい、これは私の体です。イエス様のお体をいただきましょう。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。イエス様の血潮をいただきましょう。天のお父様、この聖餐式の恵みをありがとうございます。感謝してイエス様のお名前によってお願いします。アメン。それでは聖餐の恵みに預かった後は献金の時を持っていきたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ、献金の時を持っていきましょう。司会者の方でさせていただきます。愛する天の父様、この献金の時をありがとうございます。あなたからいただいたものの一部を今あなたの御前にお捧げいたします。どうぞこれを清めて御国の御働きのために豊かに用いてください。また捧げられましたお一人お一人をご霊的にまた実際的に豊かに祝福してください。この時を感謝してイエス様の御名によってお願いいたします。アーメン。それでは、お明かしの時をですね、持っていきたいと思いますけれども、何か今日、神様のお明かしをしてくださる方、いらっしゃるでしょうか。はい、お願いいたします。皆さん、こんにちは。小渕陽子と言います。最近、気づいたというかことがあって、私たちの教会では心ゴスペルっていうコンサートが年に3回行われるんですけれども、今度のコンサートは12月の24日にあるんですが、今度のそのコンサートに向けて今準備をしているんですけど、そこで新しくいただいたお仕事がありまして、まあコンサートなので音楽をこうどんな風に演奏しようかっていうのをこうみんなで話し合ったりしてこう決めていく、それをこう、まあ、まとめるというか、まあ、皆さんと一緒にこう一緒に作っていくっていうお仕事を今回初めて声をかけていただいて、そちらの方をねこう一緒にさせてもらうことになったんですけど、実は私それずっとこういや、やりたかったことなんですけど、大学生の時にその音楽のサークルに入ってて、で音楽大好きでもうずっと音楽ばっかりやってて、楽器演奏したりとか歌を歌ったりすることをやってたんですけど、ある時その大学生の時にその神様にそれを捧げて、私のために神様のためにね賛美しなさいっていうことを神様に言われた気がして、でその音楽を作るお仕事をそのみんなでね一緒にこう音楽を作るまあ、バンドマスターっていうふうに言われるんですけど、なんかそのお仕事をサークルの中でできるチャンスがあったんですけど、ちょうどその時に神様に
賛美しなさいっていうことを言われた気がして、そのチャンスを捧げて部活そのサークルを辞めて、で賛美をする方にシフトチェンジっていうかね、方向を変えたんですね。でだから本当はやりたかった仕事を神様に捧げて、賛美をしていたんですけど、そういえばそんなことあったなってこの前思い出して、で今度初めてそうやってこうみんなで、こうどんな風に賛美しようかっていうことを作っていく方の仕事が与えられたのは、本当にこう初めて与えられたっていうよりも神様が神様の時にこう返してくださったんだなっていうことを感じて、まあ、本当にこう一番いい時に神様はそれをこうさせてくださるんだなっていうことをすごく感じて神様に感謝しました。で、やりたいなって思っていた私の願いも神様はこう知ってくださっていて、ちゃんと一番いい時に返してくださるんだなっていうことを思っています。ぜひ皆さん12月24日コンサート聞きに来てください。はい、終わります。神様、証を感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。素晴らしいお証ありがとうございました。それではメッセージを佐藤若子伝道師に導いていただきます。よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。これから、お話メッセージを始めていきたいと思います。一言お話しさせていただきます。天のお父様、今日の神聖ありがとうございます。お一人一人この場に導いてくださり、この礼拝を守れることを感謝します。これから、続くメッセージを守ってください。御心を語ることができるようにこのものを強め、またお一人を祝福してください。映像見ている子どもたちがお一人お一人を祝福してください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。改めておはようございます。ですね、これも今日お話しするのはさらにこの先週から続いて、続くお話なんですけれども、先週のお話はですね、モーセっていうエジプトの民、イスラエルの民を導いてくれた、方が出てきましたけれども、そのモーセがね、10回っていう神様からの約束の言葉をもらいました。10個聞いたことあるかな、10回って。よく昔すぎるかな、ね、中森明菜が10回ってね、曲を歌っててすごいヒットして、私ちょうどすごいよく聞いてた時期だったんですけど、あの時もうまだクリスチャンじゃなかったんですね、私ね。それでなんかすごくイメージに残ってて、あ、すごいこと、すごい曲だな、すごい内容なんだなと思いながらちょっとクリスチャンになって、で、CS やっぱり教会に行ってやったんですけれども、その時にやっぱりここの10回のお話が出てきました。で、すごく大事なことを10個この時に神様がイスラエルのために約束の言葉を与えてくださったんですけど、一つはね、まあ、先週話したと思うんだけど、一つは、他の神を作ってはならないっていう言葉をくれたんですね。そういうその言葉をくれました。2つ目は偶像を作ってはならないっていうね、言葉をまず1番目2番目に
与えてくれたんですね。ちょっとくれ与えてくださったんですけど、特に、ね、やっぱりね、1番目、2番目はすごく大切だと思うんですけれども、まあ、その言葉を、10個の言葉をもらったイスラエルのモーセを通して、イスラエルの民たちに与えられた言葉なんだけれども、その言葉を聞いてイスラエルの人たちは、分かりました。私たちはその言葉に守ります。約束を守りますってね、神様にそのことを言ったのが先週の確かお話だったと思うんですね。で、今週はその、お話に続いて、どういうことが起きたかというとですね、モーセはね、さらにイエス様、あ、ごめんね、モーセはさらに神様から言葉をもらうためにシナイ山というね、山に登っていったんです。そして40日ぐらいね、その麓にいるイスラエルの民たちのところには戻ってこなかったそうなんですね。そしたらどういうことが起きたかというと、ね、40日も戻ってこないから、ね、初めはね、どれくらいで戻ってくるかなっていろいろ考えたかもしれないんだけど、ね、40日もモーセは戻ってこなくて大丈夫なのかな、ちゃんと食べてるのかなってみんな思うと思うんだけど、イスラエルの民たちもそういうふうに思いました。はい、こんな感じでね、みんなでね、話し合ってどうしたんだろうっていうことをね、思い始めたんですね。そしてどうしたかというと、モーセのお兄さんのアロンっていう人がいるんだけど、その人のところに行って、モーセはどうしたんですかね、戻ってくるんですかね、生きてるのかな、大丈夫なのかなって思ったんですね。そしてさらに何を言ったかというと、私たちに新しい神様を作ってくれませんかってアロンに頼んだんです。でアロンはね、その時にね、とてもびっくりしたと思うんだけれども、この前ね、他の神を作ってはいけない、偶像を作ってはいけないって神様から受けたのに、約束もしたのに、そんなことを言う民がびっくりしたと思うんだけど、でもあんまりやっぱり大勢来たと思うから聞けなくなっちゃって、分かった、どうしよう、まあしょうがないかなと思って、そして民たちに何を言ったかというと、自分たちの耳輪を、金の耳輪をね、当時みんなつけてたみたいなんだけど、若い人もおばさんもおじさんもなんかね、耳輪をつけてたみたいで、聖書にはそう書いてあるから集めなさいって言ったのね。そしてその金の耳輪をこねて焼いて、アロンはどうしたかっていうと、こういう牛の、こういう子牛の像を作りました。子牛のね、像を作ったの。これはね、なんかね、エジプトの時に行った時に、こういうね、なんか神様がいたみたいなんで、まあ、それに似せて、こういう子牛の像を、この金を練って、焼いて、こういう像を作ったんですね。で、それを見て、みんなが、この神様だ、感謝しますってないんだけど、まあ、クリスチャンだと感謝しますって感じなのかもしれないけど、喜んで騒いで、お祭りをして、みんなで飲んだり騒いだり食べたりして、麓でこう山の麓でこの騒ぎ始めました。でその様子を見ていた神様が、あ、これは大変なことが起きてしまったと思ってびっくりしてしまって、そしてその山のいる上にいるモーセさんにそのことを伝えたんですね。早く山に降りて麓に戻って、あなたが導いたイスラエルの民を見てみなさい、私を拝むんじゃなくて、私を神様と信じるんじゃなくって、この子牛の像を作って、それを神様として拝んでいるんだよ、早く行って見てきて、どうにかしろって感じだったと思うんだけれども、そして神様は何とモーセにその時に言ったかというと、この民を全部滅ぼしてしまって、あなたの子孫がさらにね、イスラエルの民をまあ、導く、新しい国を作るものとしてもいいんだよってことをね、モーセに神様は言ったんです。だけどその言葉を聞いたモーセは、そんなことはしないでください、イスラエルの民をみんな助けてあげてください、どうか助けてくださいって感じで神様にお祈りをモーセはしました。そしてその言葉を聞いて、神様は
ずっとこう思っていたことを心の中に伏せて、じゃあモーセの言う通りにしよう、で、あのイスラエルの民を助けてあげようっていうことにしたんですね。でもモーセが元のイスラエルの民たちにこの戻ってきた時に、その状況はどうだったかというと、こんな感じ で神様が伝えたんだけど、やっぱりこの様子を見たモーセはもうびっくりしてしまって、え、こんなになっちゃってるんだ、こんな騒いでるんだ、こんな格子を作って神様として崇めて恋愛なんかして、もうけしからんと思って、この時にモーセは神様から受けたこの石の板を2枚持ってたんだけれど、神様から受けた、石の板をですね、思わずあまりにも怒りがこう込み上げてしまって、バーンって民たちに向かって2枚の板を壊して割ってしまって、まあ、それぐらい怒ってたんだけれども、その板を割ってしまって、そしてこの子牛の像をですね、砕いて壊して、そしてこの水に混ぜて民たちにも飲ませたって書いてあるんだけど、まあ、それぐらい、モーセは怒って、民たちに怒りをこのぶつけました。そしてね、アロンに言ったんですね。なんでこんな状況、なんでこんな様子になってしまったのってなってしまったんだってアロンに言ったらですね、アロンがモーセは帰ってこなくてみんな心配してしまって、どうなったんだろうと思ってとっても、まあ、不安になってしまったんだけれども、もう目に見える像の神様を作ってほしいんだって言いに来たんだっていうことを、アロンは、モーセに説明しました。そしてあの、まあ、自分がね、この耳輪を自分あの民の耳輪を集めて来なさいって言ったんだけれども、この金のたまたまこう金が集まってこねたら、この格子ができてしまったんだよみたいなことをね、このアロンはモーセにこの軽いこの苦情で説明して、ちょっと自分も悪い罪なことをやってしまったんだけれども、モーセにはそんな感じで説明して、さらっとモーセに説明をしたんですね。だけどモーセはやっぱり許せなくて、どうしたらいいのか、どうしたらいいんだろうかって思ったんだけれども、やはりこの神様がその様子を見て、その中で特にこの格子の像を拝んだ人たち3000人の人たちを厳しい罰を加えて、罪をこの悔い改めさせたというか、罪を、まあ、当時厳しい言葉で言うと、殺されてしまいました。そしてモーセはでもやっぱりね、あのこんなに大きな罪を犯してしまったので、やっぱりもう一度神様のもとに行って山に登ってお話をしに行かなくてはいけない、お祈りしなくてはいけないということで、再びモーセは山に登って、シナイの山、シナイ山に登って神様に会いに行きました。そして何て言ったかというと、自分の命を取ってもいいから、このイスラエルの民を守ってくれませんか、助けてくれませんか、許してくれませんかというお祈りをね、モーセは再び神様の御前でしたんですね。それを聞いた神様はまた心をイスラエルを許してあげようということで、モーセにもう一度このイスラエルの民を導いて、さらに新しい土地に向かっていきなさいということをモーセにこの語ってくれたんですね。語ってくれました。ですね、今日は、ちょっと難しいところもあるんですけど、今日の御言葉は、この御言葉です。第一ヨハネの手紙5章21節というところの御言葉が今日の御言葉なんですけれども、子供たち、偶像から自分を守りなさい。第一ヨハネの手紙5章21節という言葉なんですね。この日本にもね、まだね、いっぱいこのイスラエルのこの民のこの時代だけじゃなくって、日本にもね、たくさん神様いるし、世界にも人間が作ったこの像ってたくさんあると思うので、それを神様と信じて祈っている人たちたくさんいると思うんですけれども、ぜひね、みんなも一緒に
拝むことがないように気をつけてもらいたいのと、またモーセがね、みんなのためにイスラエルのためにどうか許してください、神様を信じることができるように従うことができるように助けてくださいって問いなしの祈りってあるんだけれども祈ってくれました。みんなもそのことを覚えて、ぜひね、まだ、像を拝んでいる人たちや神様のことを信じていない人たちのために祈っていってもらいたいと思うですね。じゃあ、今日の御言葉を読んで礼拝を、礼拝御言葉メッセージを終わらせていただきたいと思います。それでは読みます。子供たち、偶像から自分を守りなさい。第一ヨハネの手紙5章21節。もう一度読みます。子供たち、偶像から自分を守りなさい。第一ヨハネの手紙5章21節です。それでは一言お祈りします。天のお父様、今日の、メッセージの時ありがとうございます。さらに、一人一人が神様の大切さ、また神様がこの世界を作り唯一の神様であることを覚え信じて、さらに従っていくことができるように守っていってください、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それでは祝祷を言って、ハレルヤを歌って礼拝を終わらせていただきます。しましょう。